行田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。というわけで本日はですね、足のダブルの応用というのをやっていきたいと思います。はい、というわけでこのチャンネルではですね、こんな感じのドラムに関する知識や情報というものを発信しておりますのでですね、もしよかったらですね、いいねとかチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのと、あとですね、Udemyというレッスンサイトもやってまして、こちらまあ基本英語で喋ってるんですけど、日本語の字幕も完備となっておりますので、もしよかったらですね、チェックしていただけると嬉しいです。こちらリンクをですね、概要欄に貼っておきます。どうぞよろしくお願いします。というわけで本日のお題がですね、足のダブルの応用ということなんですね。まあ、足のダブルっていうとね、まあ、なかなか最初こうドラムを始めると関門になる部分かなと思うんですよ。ちょっとこう難しいというかね、なんか特殊なテクニックといえば特殊なテクニックなんですけど、一旦できるようになるとものすごい世界が広がるんですね。で、まあ、実際できるようになってある程度慣れてきた、その後ですね、どういう風に使えばいいかっていうのを今回はご紹介していこうかなと思います。そしたらですね、まず一番最初、これはですね、すっげーシンプルなんですけど、足で行うラフとして使ってみましょう。こんな感じです。さあどうでしょうかね。まあ、単体で聞くと、ドドダっていう感じなんですよ。これをどこで使うかっていうとですね、例えばこう曲のドア玉とかですね、こんな感じで使ってみます。さあどうでしょうかね。まあ前にもちょっとご紹介したんですけど、このパターンはドラムイントロとしてよくありがちな感じの使いやすいパターンかなと思います。そしたらですね、今度はですね、今、ドドタってこう、足、手って言った、その次ですね、次にもう一発足を加えて、ドゥドゥパドゥっていうリズムにしてやってみましょう。こんな感じです。さあどうでしょうかね。これもさっきとまあほとんど同じような感じで使えるんですけど、後ろに16をつけることによってですね、よりこの16感っていうかですね、ジャドゥっていうところによって、こう、この後始まるグルーブ全体の曲のノリが16チックなんだなっていう雰囲気を出すことができるかなと思います。こんな感じでですね、まあ、例えば16分音符、一拍の間、一拍をこう4つに分けるわけですね。こっちが、まあ、1として、1、2、3、4ってあった場合に、この2とか、4のところですね。ここを重点的に強調してあげると16感っていうのがね、すごく出やすくなります。まあ、それもそのはずで、この1とか3は8分音符とこう、共用なわけですね。ここがこう、ない場合、これ8分音符になるわけじゃないですか。その間にこう入ってくるっていうことで、ここがあるからこそ、こう16分音符として成り立ってるみたいなところがあるんで、フレーズを作る際にこの2と4ですね、ここを意図的に入れてあげると結構16感っていうのが出しやすかったりします。はい、そうしましたら今度はですね、さっきやってたのが、まあ、言ってみればこう、3ストロークラフって言えるかなと思うんですけど、2つ前段音が2打あって、その後にメインの音が1打、こう、キック、キックで、スネアって感じでやってましたね。これをですね、まあ、音が3つあるんで、3ストロークラフって言うんですけど、これをですね、こうして、3つと1個みたいな感じにしてみましょう。ただですね、この場合にこう、2バスだとこう、右左右って足でドドドってやるの結構簡単なんですけど、片足で3連打ってなかなか大変だったりするかなと思うんです。なのでちょっと一工夫してですね、最初の2打ですね、ここの2打を足でキックで踏んだ後、この3つ目のこれですね、これを右手でフロアタムを叩きます。そして最後、スネアで着地という感じにしてみましょう。こんな感じです。さあ、そしたらこのパターンをですね、リズムの中で使ってみましょう。こんな感じです。はい、そしたらですね、今のバリエーションとしてですね、今はこう3発1発みたいな感じで、足、手、手みたいな感じの順番でやったんですけど、この3発目のフロアを叩いてたやつをここもスネアにしてみましょう。なので、キックキック、スネアスネアという感じになります。ちなみにさっきこれね、こう4つの16分音符、こっちを1にしてたのに、今回こっちが1になってちょっと分かりにくくて申し訳ないです。すいません。さあどうでしょう。さっきまでこうフロアのこうドーンっていう雰囲気だったのが、スネア2発タタって来ることによってかなりこう締まった感じでバシッとこう止まる感じのフィルを入れるときにですね、これを4拍目とかに入れてあげるといい感じになるかなと思います。はい、そうしましたらお次はですね、これ結構有名な使い方かなと思うんですけど、3連の頭抜きっていうやつですね。これですね、ジョン・ボーナムっていうまあ伝説的なドラマーですね。レッド・ツェッペリンっていう伝説的なバンドの
伝説的なドラマージョン・ボーナムですね。で、彼が、まあ、レッド・ゼッペリン1っていう一番最初に出したアルバムの1曲目、もうほんとバンドの始まりみたいな曲ですね。言ってみれば、まあ、本当にそれを最初に作ったかどうかは知らないですけど、で、まあ、そういう曲があって、まあ、ドンドンチッチッチッドンドンチッ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 ドンドンケケン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 っていう始まりのすごい印象的なイントロの曲なんですよ。で、その曲の途中でかなり多用している技なんですね。そっからもう代名詞みたいな感じになっている技なんですけど、まあどういうやつかっていうと、要はこう三連ですね。まあ三連って言っても、これ、ワン、ツー、これがテンポだとすると、どっちかっていうとこう六連の前半後半に分けたみたいな感じの速さですね。こう四分音符を三つに分けたんじゃなくって、六連の一発目と四発目、こう六連があったら、こことこっちが一、今度はこっちが一ですね。こことここを抜きにするっていう感じ。そうすると、ウドド、ウドドという感じで、ウドドウドドウドドっていう感じのリズムになります。こんな感じです。さあどうでしょうかね。これね、結構有名っちゃ有名なんですけど、速いテンポで連打するのってね、案外これ難しかったりするんですよ。あとはですね、あまりにこう有名というか、ボンゾの代名詞、ボンゾっていうのはジョン・ボーナムのなんかあだ名みたいなやつなんですけど、ボンゾの代名詞っていう感じがするんで、実際に使う人は案外有名な割には少ないような気もしています。もうなんかこのフレーズが登場した途端に、こう聞いてる人がドラマーじゃなくても、こう昔のロックを知ってる人だったら、あ、ボンゾじゃんみたいな感じですぐ指摘してくる感じがするので、結構ね、逆に使いにくい感じかもしれません。さあそうしたらですね、このちょっと使いにくいというか、有名すぎて使いづらいのがあるので、今度はですね、さっきこう6連って言ったんですけど、6連の3、6連の3連ってなんかわけわかんないですよ。本当になんて言えばいいんだろう。これ英語だと16ノーズトリプレッツとかセクスタプレッツとか6連言うんですけど、3連っていう場合に日本語だとわかんないですね。誰か知ってたら教えてください。でいいんですけど、まあ、さっきこう6連の速さでやってたわけじゃないですか。これをですね、普通に3連の速さですね、要はこれとこれとこれですね、この3つだけを残して3連にします。それで今度は頭を抜いて4拍目のフィル的な感じで、実際にはこの後にもう一発つける感じですね。要はウドドウドドウドって早く、もう舌が回ってないですね。早く攻めるっていうよりも、この普通の一拍分の三連のこうゆっくりした感じっていうのを利用して、最後にこうなんかドドドドってちょっとこうゆっくりスローダウンした雰囲気を作り出したい時にすごい有効な技です。こんな感じです。さあどうでしょうかね。結構突然雰囲気を変えるのにいい感じで、しかもキックでドゥドゥドゥって踏むんで、かなりこう周りの人にも何やったか分かりやすいみたいな感じなんで、なんかこうセッションの途中とかで突然入れると、みんなが周りでニヤッとするような技だったりします。ただまあ使いすぎると、あいつまたやってるよみたいな感じでちょっとうざい感じもしてくるので、だいたいこう1回のライブで1回とか2回とか、そんぐらいの頻度で使うのがいいかなと思います。ちなみに今ルームメイトが別の部屋でドラム練習してるんで、結構バンバン音が鳴って後ろで聞こえてるかなと思うんですけど、ちょっとご了承ください。はい、そしたらですね、ここまではその足のダブルの実用的な技というのをご紹介したんですけど、ここからですね、ちょっと簡単に足のダブルを使ったこうエクササイズみたいなもの、練習ですね、これをやっとくとこう器用度が増すみたいなのをご紹介しようかなと思います。まあ、使うのはですね、まあ、基本的にこうスネアとキックみたいな感じで、右手左手右足の3つだけですね。本当はこれ左足を絡めたもうちょっと複雑なパターンもあったりするんですけど、それはまた別の機会というか、レッスンサイトの方でもご紹介したりしてるので、もしよかったらチェックしてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでですね、まあ、すごいシンプルなんですけど、要はこう16分音符があって、この中のどこにこう足のダブルを配置するかっていうことですね。で、残りの部分にスネアを入れていく、埋めていくっていう雰囲気ですね。なので一発目、例えばこの最初の2発ここ、今度はこっちが1、2、3、4だと思ってください。で、最初の2発キックでドドってやったら、あとの2発をスネアで右手左手っていう感じで埋めるっていう感じですね。逆に後ろの2発をキックでドドってやったら、最初を右手左手っていう感じで埋めるという感じです。そして真ん中2発ですね、ここをドドってやった場合は、ここ右手でここ左手っていう感じですね。で、最後この両端ですね、ここの1発と次の一発目ですね、そこも こことその次っていう、この連続しているので、ここの真ん中がスネアになる、そうすると左右っていう感じです。ちなみにこの時のこの
手の手順の決め方なんですけど、一応オルタネイトに沿うっていう方法をちょっと取ってましてですね、どういうことかっていうと、常にこの一発目から右手スタートで右左右左っていう順番で叩くという風にしてて、なので1打目のここの音符は右手で叩く、ここの音符は左手で叩く、ここは右手、ここは左手みたいなことをあらかじめ決めておくとですね、例えばここの前がなくなった時にここ右手だから右手で、こっち左手みたいな感じで、でこの左右がなくなって真ん中だけ残った時にここ、あ、左手と右手だから左右手叩こうみたいな感じで決めていくと案外スムーズな動きができたりします。はい、そうしましたらですね、これに似たような感じの発想のエクササイズなんですけど、リズムパターンですね、実際のリズムパターンの中でのエクササイズ、リズムパターンに絡ましたエクササイズっていうのをやってみましょう。これもすごい至ってシンプルですね。手はもう普通にツッツッパンツッツッツッパンツって、いわゆる普通のリズムパターンっていうんですかね、8ビートとかで使われるツッツッパーツっていうパターンをやっていて、足がさっき言ったこの4つのうちのどこにキックを配置するかって感じですね。こんな感じになります。さあどうでしょうかね。これ、まあ、アイデアとしてはすごいシンプルで分かりやすいかなと思うんですけど、慣れないうちはですね、案外こうスネアとキックが同時になる瞬間とかがこうブレやすくなる傾向にあるかなと思う。まあ、ブレるっていうのはこのスネアとキックが、こっちがスネアとしてキックがその全く同じタイミングで来ないで、ちょっとこうずれてるとか、ちょっとこうずれてるとかいう感じで、そうするとここでなんかフラムっぽい音というか、タッって一個の音にならずにブラッブラッみたいな感じでこう2打分かれて聞こえるみたいなことが起きたりするので、その辺をこう結構注意して縦の線を揃えるってよく言ったりするんですけど、同時になっている音符は常に同時に鳴らすみたいなイメージで練習しておくといいかなと思います。両端中、はい、というわけで本日はですね、足のダブルの応用ということですね、まあ、いくつか実践的な使い方と、あと練習パターンですね、エクササイズのパターンをご紹介させていただきました。まあ、実際のところはですね、まあ、今回ご紹介したやつ以外にももう膨大な量のその足のダブルの利用したフレーズっていうのはあるわけで、まあその教則本であったりとか雑誌だったり DVD、YouTube、いろんなところにそのフレーズ自体は転がってると思うので、その中からこう自分が好きな、あ、これいいなみたいな思うものをこう適当にピックアップして練習してみると、どんどんその器用度が増していって、なんかこう一個練習していると他のこともできるようになるみたいな感じで、この足のダブルを真ん中に置いてこう2つのフレーズがつながっていくというイメージですから、どんどんやれるフレーズが増えていくかなと思うので、まずはとりあえずですね、自分の気に入ったフレーズから始めてみるのがいいかなと思います。というわけで本日の動画がもし面白いと思ってくださった方は、いいねとかチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのと、 Twitter と Instagram もやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。